皆さん焦点の時間でございます。近年ではゲームの最強キャラランキングなるものがよくネットの記事になったりしますよね。そこで今回は皆さんにもですね、最強のランキングを発表してもらおうと思います。で、私がですね、それは何のランキングなのと聞きますので、何かを教えてください。なるほど。はい、おー、どんどんさん、僕の最強ランキングを発表します。こちらです。お、1コーヒー、2白飯、3ラーメン。ないやマジでない。これ何のランキングなの。僕がゾムにやった時の食材の思い出で一番ヤバかったランキングです。コーヒーって何コーヒーね、実はこれ順って説明すると、ラーメン、あのよくご存知だと思うんですけど、僕が肉食った後にラーメンって死にかけた話、みんなご存知だと思う。あ、確かに。あ、それは聞いたことない。その時のラーメン、その時に無理やり死にかけ食いかけて死にかけさせられた白飯で、その後にコーヒー飲みに行こうぜって連れられたマクドが一番上に入ってきた。いや、じゃあこれマクドや。はい、ゾムさん、1位チーノ、2位コネシマ、3位ウチ先生。何の順位やろうか。何のランキングなの。さて皆さん、これ何のランキングでしょうか。あ、もうクイズ形式。え、ででん、撮影のぶっぱ率。いや待て待て待て、いや待て、それやったらちょっと俺議論の余地あるよ、それは。あ、はい、はいはい、どうぞ。え、チンチンの小さい順だ。おい、あ、違う。おい、何だよこれ。お前ふざけんなよお前、ほらお前よりはでっちいチーノが読めへんな、これやと。何やこれ。いや、じゃあ正解を申しますね。お願いします。1位の2位これします。3位内先生、これ何のランキングか。年収の多さのランキングです。あー、なるほど。ちょ待って、さすがやな。いや、チーノそんなもっと貧乏なふりしとるもんな、こいつな。え、俺1位な、お前らしょぼ。来ましたか。もうこいつの貧乏ギャラもう無理ですよ、これ。もう無理やな。はい、お、トンドさん、僕の主観で見た、ランキングを発表したいと思います。こちらになります。1位ラーメン、2位焼肉、3中華。あ、もう俺これ分かったよ。俺これもう分かったよ。お、じゃあ打って先生答えてください。いやいや、これはもうですね、ぜひね、あの正直とチームに答えてほしいね。終わろとるもん。これはあの飯行こうの時に答える大先生の回答ランキング。正解。うん、怒られたもんね。ちなみにあのこのランキングに携わってるショッピー氏曰く、あのこのデブはラーメンと焼肉しか言わへん。ちなみにこれこって言いましたやん。ちなみにこれチーノも批判したからね。いやー、ほんまあの彼女たちは一体何の集まりでしょうか。なるほどね。いや、はい、お、チーノさん、いや、とうとうここまで来たかという感じでね、あの、トスキ飯はこちらになっております。ダンスの人か、我々お前、ちょっと待って。お前、ちょっと待って、えらい肉体改造したな。ちょっと、ロボロ小顔すぎ。ほんまに、どんだけ俺、何投資やんの。じゃあ、はい、ロボロさん、皆さんね、そんなお笑いにできるような画像ではないですよ、これは。あ、そうなの。あ、これあれね。あ、え、ほんまや。そう、よく見ると足映ってるんですよ、これ。てん、心霊写真みたいな。ちょっと待って、左下。ワイプ丁寧か、今。いや、だから、これ、うつ先生の番組でしょ、これ。うつ先生の番組やから。はい。お、ショキさん。いや、このポーズに注目してください。ポーシング。片腕を天につくポーズ。これです。つべっぽい。つべっぽい。サムネやん、これ。頂点じゃなくて、このサムネであげる我々だね。そうする。勝利権打ち方講座する。さすがにこれサムネにしたら、あの釣りサムネで怒られるやん。怒られるやろな。最後、おまけにあの大先生が勝利権の打ち方教えてくれる。